やっほー、メンバーもいる？いる。サンキちゃんがいます。そう、今ねみんなで練習してました。ギフトありがとう。そう、汗かいた。前髪がバーコード、どうしよう。バーコード、ライブのやつの方がいいかも。誰がいるの？ね、ライブの仲良しそうなやつがいいな。ゆうなんとひーちゃんとりえちとみゆぽん。バースデーガール。ギフトありがとう。ちょうどいいタイミング、イエイ。あ、初見さんありがとうございます。カメラリオです、ぜひフォローしてください。バブミン、バブミンはね向こうにいる。あ、フォローありがとう。出たね、東京僕隊。え、そうなんですよ。そう、2月11日に東京で僕の太陽公演に出演させていただきます。嬉しい。初めての東京で僕隊、めっちゃ嬉しい、超楽しみ。しかもさ、ちょうどねあのドンレミーのさコラボカフェのやってる期間だから、そうだからもしかしたらリオたち4人もドンレミー行けるかもしれないの。やばくない？めっちゃ楽しみ。絶対行きたい。もう何が何でも連れてってもらう。何が何でもマネージャーさんに絶対連れてってもらいます、ドンレミー。え、絶対行きたい。自分たちの作ったコラボスイーツとドリンク行きたいな、絶対。楽しみ、めっちゃ楽しみ。ありがとう。始まった？ゆうたありがとう。ひーちゃんにおめでとう言えましたか？言えました。お、東京公演申し込みました。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。上野にツンが来る。死ぬ。上野にツンが来ますよ。オンライン話し会と東京の声申し込んだ。嬉しい、ありがとう。ラブツン、嬉しい。今休憩中？うん、うん、終わりました。今終わりました、練習。あ、フォローありがとう。そう、嬉しい、頑張ります。そう、2公演あるんですよ。しかもさ、日曜日、日曜日にあるから、みんな会いに来てね。絶対見に来てほしい、リオに会いに来てほしいです。あと今推し活キャンペーンみたいなやってて、対象ギフト集めてるので、ぜひぜひ投げてくれたら嬉しいです。あと神っていうやつが、チャレンジ達成したら無料でもらえるので、ぜひください。リオツン出るといいね。出るといいね。何が？え、東京公演出るって決まりましたよ。東京行っちゃおうかな。え、来てほしい、来てほしい。来てほしい。予定より早かったから
そう。東京なら行きやすい関東民です。お、なら、なら来れる。東京で公演するのはリオツン初？ほんまじゃん。確かに。東京。確かに。確かに。東京で公演するの初めてじゃない？リオ。やば。ありがとう。やばい。ちゃん嬉しい。東京の僕と当たったら絶対行く。え、待ってる、来てほしい。あ、ジュニア、私が用意したい。そう、いいじゃん。嬉しい。ありがとう。何歳になったんですか？21歳になりました。おめでとう。ミーポンは14です。やばいですね。いいよ。2月11日の公演配信なしだなんてね、言ってた。知ってる？うん、みーちゃん知らないよ。なしみたい。知らないよ。知らなかった。うん、昨日の話から通しちゃったら絶対追加するよ。嬉しい。追加して追加してね。やる話から追加しちゃった。よし、やった。会えるの楽しみ。ギフトありがとう。みんなありがとう。キラキラプリミーもキラキラありがとう。配信がないから行くしかないやん。そうなんですよ。配信がないのでもう絶対に来るべきですね。それは絶対に来るべき。東京のリオツいるなら公演申し込みしちゃおうかな。待ってます。ありがとう。ギフト。そうだね、初めてだ公演。当たったら行きます。嬉しい。来てほしい。東京でフェスに出たことはあるん？そりゃありますよ、何回も。もう数えきれないくらい。ありますよ。50回ぐらい。それは言い過ぎ？出てますよ、それは。これ当たったらリアツウチは持ってくね。嬉しい。持ってきてね。じゃあ現地に行くしかだね。そうですよ。そう、しかも初めてのシャッフルなんですよ。初めてのシャッフルメンバーが、今まで A と B だったんですけど、もう A と B がごちゃ混ぜでシャッフルになってて、初めて。あ、写メも追加しました。ありがとう。前のオンラインお話会よりマシマシよ。嬉しい。ありがとう。やったよ。あなたは私の唯一の推しです。嬉しい。ありがとうございます。ラビュー。嬉しい。ひーちゃんの誕生日ポストしてるわって。したよ。だって、あ、いなかった。そう、シャッフル。ありがとう、キラキラ。モンさんは。モンさんや。モンさんやめよう、ちょっと。親しみがない。あ、来たよ。ゆう。そうなんですよ。めっちゃ美味しい、これ。イエーイ。手だけ。イエーイ。感じる。どうしよう。そう、シャッフル。楽しみ。ひーちゃん、イエーイ。楽しみ楽しみ楽しみ。21歳ということで。いった。リカさん、ラブの方がありがとう。ダメ会話やるよ。ダメ会話。一よく語りたいし。じゃあ、失礼します。前髪会話でしょ。じゃあ、やなんか言え。綿菓子みたいに甘くて愛おしい君の顔。何それ。何ですか、それ。死ぬ。ね、急に。ひーちゃん、かわいい。ひーちゃん、ね、かわいい。バースデーガールでしょ。
マジで可愛いボブ。本当ですか？可愛い。リアツンツンって。ツンツン。ハート。可愛いです。可愛い。リオさん中学生です。中学生です。平均は21歳です。21歳です。何歳さ？何歳です？15。え？6歳。え？6歳。何歳？16、17、18、19、20、21、6。6歳。イエーイ、大人です。大人。でもリオさんの方が大人っぽいですよ。そんなことない。そんなことがあるんですね。歌は上手くてすごく可愛いです。皆さん、皆さん大事にしてくださいね、リオさんのこと。よろしくお願いします。プレゼン始まった。素敵なんで、もう私リオさんの歌が大好き。でもいいちゃん可愛い。ラビューです。可愛い可愛い。ありがとう。ありがとうございます。可愛い。落とすのよ。死ぬ。可愛いひーちゃん。可愛い。そう、6歳差だよ。やばい。うん。かわいい。そう、めっちゃ陽キャ。かわいい。そう、プレゼンしてくれました。かわいい子ですね。ヨーツはひーちゃんのどんなところが好きなん？顔が可愛くてボブが似合って優しくて可愛い。告白されちゃった。もうとにかく可愛いですね。可愛い。そう、可愛い。その唇は元の色ですか？そう、唇の色がないんですよね。雪が降ってて寒かった。え、今日雪降ったよね。降ってた。降ってました今日。びっくりぽん。誰なん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 言うなん言うなんめっちゃおもろい。今日も目がキラキラ。珍しいコンビ。フードに髪が隠れて髪切ったように見えます。本当？確かにちょいと見えるかも。え、髪切りたい本当に。かっこいい。寒い。中高校。あ、寒い中高校に。圧を見に来ました。すいません。今圧を封じておりまして。あのね、声があまり出ないのでちょっとおしとやかつんで行かせていただいております。東京の公演って2月11日。うん。鎖国って何？おめでとう。歴史だろうか。ああ。船入らない。ペリーさんでしょ。すいません。いつ時代？誰なの？誰なの？こんばんは。ひなのさん。はじめまして。土曜日楽しみ。ね、楽しみ。今週いっぱいある予定が。25は。あれ、特待もあるし。タイムあるし、27はジャズもあって、28はスペイベがあって、29は北音楽祭があって、その他にも毎日お仕事です。お仕事です。ドアップ。目が茶色く見える。え、そうだよ。茶色いもんだよ。筋肉がなさすぎて本当に、まあ今っていうかもうめっちゃ筋トレしてあって切るようになったっていうか筋トレして。
そう、ボブにしたいんよね。もうマジで最初おしとやかちゃんの方が人気でそうやん。なんでそんなこと言っちゃうの。なんでそんなこと言っちゃうの。今日の T シャツ、今日はジャイアンです。ジャイアン、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 ジャイアンです。 I'm ジャイアン、 I'm ジャイアン。なんや、東京出るんか、いけるやん、待ってるよ。待ってるよ。リーチもさ、チコとポンと爬虫類さんカフェに行きましょう。そう、アイムジャイアンだから。アイムジャイアン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 。虫じゃない。昆虫かと。トレイコされてるのは見えないか。え、どっちも好きやん、ミーポン。柏木さん。お。ボブっぽく見えるこれ。どう。見えるかな。え、見えるかな、どうだろう。見える、これ見えてる、見えてるのかな。見える、うっさいね。11日リオツン以外いないやん。リオツン倒しか。いや、常にリオツン倒すでしょ。常にですよ。そんな日に日替わりで、日替わり定食じゃないんですからね。日替わりはダメですよ。もう毎日毎日どんな時もリオツン倒し。大丈夫。すごいカオスなんだけど、ここカオス、なんか歌ってるし、マジでカオス。カオス。サンキはね、サンキちゃんたちはね、ギャルなんですよ。陽キャギャル。いや、ハンデじゃないよ、動画じゃない、これかよ。いや、クリスト。あ、僕タイマスコンだ。嬉しい。リオツンはスペシャル定食。え、本当？スペシャル定食。あ、チキン南蛮食べたい。チキン南蛮食べたい。やばい、食べたい、チキン南蛮。チキン南蛮食べたい。全然最近食べてないや、チキン南蛮。リオツに沼りそうです。え、もう沼ってるでしょ。もう沼ってるよ、すぐに。とっくにね、それは沼ってるんです。あ、ハルありがとう。そう、チキン南蛮大好き、食べたい。ね、明日のお弁当はチキン南蛮です。え、決まってるの、お弁当の中身が。あ、ほら、ありがとう。チキン南蛮好きなの。え、結構行ったことあるよね、リオ。結構言ってますよ、チキン南蛮好き。トライジン。でも好きなものいっぱいある、好きな食べ物ある、いっぱい。お話会の時は最初は敬語で話すの。いや、意外とリオどっちも、どっちもの気がする。タメ口も敬語もどっちもある。受験さん、ありがとうございます。
カメラリオです。ぜひフォローしてください。東京公演向けリオちゃんのうちわを作るね。嬉しい。フェリーだと嬉しいんだけど、やったー、嬉しい。絶対見つけます。絶対見つける。チョコのプロテインやつね。チョコ美味しいよね。なんかさ、もうマジで、もうマジで今申し込んだから当たるように祈ってね。祈りますね。現在20祈りますよ。ハッピーな人間なのでハッピーになりたいです。チョコプロテインじゃなくて、お、2月18追加した。え、嬉しい。ラブチン、やった。ミルクティープロテインをちょっとね、好きって感じで。やばいやばいやばい、足が痛い。足じゃない、お尻が痛い。お尻がお尻が痛くなった。誰かさ、昨日5時って言ったんよ。サバサのお母さん、あずみさんもいるの。あずみさん、あずみさん、あずみさん、5時からあだしかり仲良くなったら広島弁も出る。広島弁はね、あんまり出ないかも。たまに、たまに出るかもしれない。2体メンバー8人、2体メンバー8人。イエポンムキムキできる。え、ムキムキだよ、ほんとにこうやってやったらボコって、ボコボコってなる。それでなんかほんとに名字はやめて。贅肉を筋肉に変える方法なんか。贅肉って何？贅肉って何？いらない肉。贅肉、あ、そうなんだ。え、じゃあ贅肉だらけなんですが。え、でもなんかその鍛え方によってはできるかもしれない。ビリビリ椅子してみたいですか？どういうこと？ビリビリ椅子？何ですかそれ？面白い。何？ビリビリするの？椅子が？どこにあるのそれ？ドッキリとかのやつ？え、でもリオ電流とか嫌いなんですよね。あの静電気とかも嫌いだから、ビリビリとか苦手かもしれない。ありがとうギフト。プラメでは方言かなり出とるよ。いや、それはモバメはあの広島弁でしか喋らないようにしてます。特別にね、メールは特別なので。メールは特別です。メールは特別なので、メールは広島弁ばっか使ってる。お尻でクラコンの時の芋虫の動きを思い出した。やめてくださいやめてください。こんなに優しくしてるのに、みーぽん私のこと好きじゃない。うちが好きじゃなくて友達。広島弁かな、結構出てるような。え、出てる？本当？あ、ほら、ありがとう。でももう最初はちょっと怖かった。待って、お姉ちゃん本の リップを塗ります。ゆうなちゃんは仲悪いって。仲悪い？なんで？え？やだ。普段こういう毎日楽しめる。ありがとう。嬉しい、ありがとうございます。ね、響きましいんだけど、一応は違う。話してて、なんかなんかね、前ですもん。メールついでにリオちゃんが使ってる絵文字好きです。嬉しい、やった、よかったよかった。お話会で広島弁をリクエストできるかな。え、できるよ。喋ってって言われたら喋る。でもやっぱさ、ちょっと合わせるくらいな。それわかる。バイバイ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 。3期で練習してるのあれだけっていうのは、そのミューは20時までしか練習できないから、家帰ったらもう、あ、ダメだって言うのね。そうなんですよね。リオツはメカブ食べたことある？メカブって何ですか？メカブ？え、でもあのあれだよ、筋肉、あの
ップにはでも鍛え方次第であの筋肉っていうか力つくから。もずく好きですよリオ大好き。もずく大好きリオ。もずく大好きだよリオ。めっちゃ好き。もずくスープとかめっちゃ好きですよリオ。え、これ初めて言うかな。え、もずくめっちゃ好きなんですよ。え、初めて言う。これ心ないことを言われるのは別に。もずくめっちゃ好きです。もずくスープとか超好きだし。でもなんかその言い方、そうもずく大好き。もずく好きですよ。あれみんな初知り。もずく好き。え、おいしくない。もずくめっちゃ好きなんよね。もずくもずく好き。めっちゃもずく好きをさ強調して。もずく好きです。何回そう何回も。もずくもりおちゃんが大好き。お、相思相愛ですね。もずくと本当にもずくはりお好きなんでしょうか。どうなんでしょうか。相思相愛。もずくと昨日もずく食べました。でもさ、あんまもずくってさ食べる機会なくないですか。普段生活してたらさ、あんまりもずく食べないよね。チキン南蛮もずく好きだって初めて知りました。え、もずくは多分初めて言ったけどさ、チキン南蛮結構言ってるくない。めっちゃ好きって言ってるよ。結構言ってる気がするけどな。もずくに嫉妬だって。もずくちゃんがもずくちゃんがリオのこと好きって言うから。ねえリオもね、もずくちゃん好きだし。今日も可愛さ爆発してる。もずくちゃん、もずくちゃん可愛い。見た目も可愛くないですか。もずくちゃん見た目可愛くないですか。あのねえ可愛い。味噌汁にも、いや入れない。味噌汁は入れない。もずくはもずくスープっていうなんかそういうのがあるからそれでやってる。好きな味噌汁の具、豆腐とわかめと、わかめめっちゃ好きよ。わかめ入ってたらめっちゃ嬉しい。わかめも好きだし、油揚げも好きだし、あ、そうめんも好き。なんか味噌汁にそうめん入れるのあるくないですか。確かで、そこに教科書に書いてたのがカステラだったね。カステラとなんかビー玉だけ、なんか知らんけど。チキン南蛮といえば宮崎のチキン南蛮めちゃくちゃ美味しい。そうなの、食べたことない。え、宮崎ってチキン南蛮有名なんですか。カステラの人っていう。食べたい。もずくときゅうりの酢の物好きですか。え、でも名前が出てこない。え、もずくときゅうりが一緒ってこと。え、食べたことない。もずくの天ぷらってあるんですか。初めて知った。そんなのあるの、あのもずくの天ぷら。え、天ぷらあるの。デジマ、何デジマって。デジマ、出ジマ、出島、そう、何出島って。フランスシスコ、あ、そう、乳麺みたいな感じ。そう、乳麺っぽくなる。宮崎チキン南蛮有名なんだ。すごい。食べたい宮崎で。
ちょっと漢字になんか考えてくれるかな。マスターさんあたりやと。天ぷら美味しいね。そうなの？もずくの天ぷら？食べたことない。え、どこにあるの？もずくの天ぷらなんて。え、みんなどこで食べたの？壊れて。めっちゃ壊れてか言わないよ。マスターさんあたりやと。キャンペーンで名前やる。え、どこに言ってるの？もずくの天ぷらなんか。食べたことない。初めて聞いたもん、もずくの天ぷらって。ね、レアだね。もずくの天ぷら沖縄で食べました。あ、沖縄にあるの？なるほど。あ、作って食べるんだ。へえ、すごい、初めて知った。え、食べたい。え、どんな味がするの、もずくの天ぷらって。え、だってさ、あんなさ、なんか麺みたいなさ、なんかチュルチュルしたやつ、チュルチュルしたやつをさ、どうやってさ天ぷらにするの？どんな味がするんだろう。どういう食感がするんかな。気になる。食べたい。そろそろ終わろうかな。え、今何時ですか？今何時かな？あ、50分、はい、ありがとう。配信を終わろうと思います。でも何時から配信始めたっけ？何時から配信始めた？あるよ。 2.5 期ってどういう意味ですか？それさ、よく聞かれるんだけどさ、答え方が難しいんですよね。なんて言ったら正解なのか、え、そのどういう質問なのかがよく分かんなくてるよ。 2.5 期ってどういう意味なのとか、なんか 2.5 って何なのってよく聞かれるんですけど、 2.5 は 2.5 だから、どういう風に答えたらいいのか正解が分かんなくて、え、どうやって答えたらいいんですかね。え、どういう感じ、どういう答えが欲しいのか分かんない。 2.5 だって 2.5 は 2.5 だからさ、え、どういう、いや違うのよ、違うよ。そう、質問してくれるのはすごい嬉しいんですけど、こう、なんて答えたらいいのかがいまいち分かんないんだよね。 2.5 って何って言われても、そう、わかんないの。叫んだ。弱いやつみたいな。いろんなところです。あ、2期と3期の間です。あ、それで合ってるの？それでいいんだ、答え方。それで合ってるんだね。ブログ上がって、ブログみんな見て、壇上を読みたいと思います。カステラといえば浜田さん、カステラについてた紙を食べていけないです。え、カステラに紙なんかついてるの？結局リアチュッと一緒に入ってない。壇上見ます。13位、立ち哲也さん、ありがとうございます。12位、13、ありがとうございます。11位、チャカさん、ありがとうございます。10位、マサトカさん、ありがとうございます。9位、スズカさん、ありがとうございます。8位、レオタンさん、ありがとうございます。7位、ヤシカカくんさん、ありがとうございます。6位、リオツン初心者のヨネさん、ありがとうございます。5位、ゆずきじさん、ありがとうございます。4位、あやさん、ありがとうございます。
3位、堀ちゃんさん、ありがとうございます。2位、沢本龍二さん、ありがとうございます。そして1位は、ドゥル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 バン、カープ好き石川さん、ありがとうございます。ありがとう。こっちか。ありがとうございます。ありがとうございました。明日はた、まだ配信いつできるかわかんない。明日もね、学校と仕事があるので。そうなの。それでは、まいつーん、まいまーい。